皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はファイナルファンタジー7リメイクインターグレードのファミ通紹介をしていきたいと思います。ディープグラウンドを滑る純白の帝王ウータイ暫定 SF と協力関係を築く本家アバランチ。ではキャラクターを紹介します。ビリーポー、本家アバランチメンバーでスラム生まれの男性で、シバンガイスラムに潜伏中のメンバーの中では最も経験豊富ですが、気取ったところはなくのんきで緩い性格をしています。いくら飲んでも酔わない酒豪で、酒場で情報を収集しているらしいです。続きまして、ジージェ。キャラクターボイスは五十嵐明さんです。ミッドガル在住のウータイ人で、ウータイ暫定政府と本家アバランチの連絡係を担当しています。よく回る口と逃げ足を武器に淡々と生き抜いてきました。忍びであるユフィを迎え、シバンガイスラムを案内します。続きまして、ポルコ。キャラクターボイスは相良信頼さんです。本家アバランチメンバーでスラム生まれの男性で、シバンガイスラムに潜伏中のメンバーの中で最も若く純朴な青年です。みんなの弟的存在としていじられつつも愛されています。作戦の傍ら、流行中のゲームコンドルフォートに熱を上げています。続きまして、ナヨ。キャラクターボイスは藤田茜さんです。本家アバランチメンバーでスラム生まれの女性です。七番街スラムに潜伏して分派の動向を監視しています。ウータイ暫定政府から要請を受け、作戦をサポートします。ユフィたちがプレートへ上がるために必要な偽造 ID を用意します。続きまして、バイス。キャラクターボイスは中田ジョージさんです。神羅の極秘地下実験施設を滑る純白の帝王で、超人的な戦闘力とカリスマ性を有して凶悪で暴虐。あまりの強さゆえに、実験の時以外は最深部の玉座に拘束されています。非人道的な管理下のもと、静かに反逆の機会を伺っています。あ、一応こいつはアバランチのメンバーではなくて、まあ敵対組織の首領みたいな感じですかね。まあセフィロスよりは弱い的な感じのボスキャラクターですかね。まあさすがにセフィロスに勝てるやつはこの世界にはいないんじゃないかと思ったり思わなかったりしますね。まあ一応あいつがラスボスですからね。まあスマブラでは他のボスと、まあ、勝ち抜き乱闘で戦うぐらいですからね、セフィロスも。まあそんな感じで、今回はこの辺でファイナルファンタジー7リメイクインターグレードのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。